静岡市が老朽化が進み再整備を検討していた市民文化会館について、建て替えではなく、改修する方針を固めたことがわかりました。静岡市民文化会館は1978年に開館し、築区42年と老朽化が進んでいることから、市は今年度、建て替えと改修の両案を検討していました。市の試算では、 建て替えの整備費がおよそ230億円に対し、改修は130億円ほどで、整備に伴う施設が使用できない期間は、建て替えが6年から7年に対し、改修は3年半ほどに短縮できるということです。こうした点を踏まえ、市は文化,文化会館を建て替えるのではなく、改修する方針を固めました。 改修に向け、来年度の当初予算案に基本計画の策定費としておよそ3000万円を盛り込む考えです。静岡市によりますと、改修によって施設の耐震補強やバリアフリー化のほか、新しい劇場機能の追加などが可能で、2022年度から工事を始めたいとしています。